はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日のデュエルリンクスラジオのトークテーマはですね、こちら、弱すぎて救えないスキル選手。リンクス史において誰にも使われていないスキルトップ5ということで、前回ですね、あのクソスキル選手権っていうのをやったんですけども、あの弱すぎて救えないスキル選手権だと思ったっていうコメントがいくつかありまして、あじゃあそれやったるわと思ってねあまりにも弱すぎてですね、あの救えないスキルっていうのをね、ちょっといくつか発表していこうかなと思うんですけども、デュエルリンクスに、まあ、そもそも存在する面白い要素にね、あのスキルっていうのがあるんですよ。で、あのスキルの中にはとっても強いスキルとか、まあ、個性豊かなスキルとか、ぶっ壊れているというねスキルが、まあ、ものすごくたくさんあるわけですよ。死ぬほどあるんですよ。しかしですね、しかしながらあまりにも弱すぎて誰にも見向きもされないスキルというのがございます。悲しいことに、悲しいですかね。で、今回はそんなあまりにも不遇で弱すぎて救えないスキルっていうのをですね、トップ5発表していこうかなというふうに思っておりますので、あのそんなに長い動画じゃないのでぜひ最後までご覧ください。第5位いきましょう。第5位はこちらのキャラクター。あれ、主人公にそんな雑魚スキルありましたかと、1個あります。カオスフィールドを駆けるけど、これ自分のフィールド上の、下記のモンスター1体を、特定のモンスターに変えるという効果ですね。効果モンスターを変える場合は自分の手札からクリボーモンスター1体を墓地を送るっていう効果で、スキルは単純に1度、かつデュエル中2度まで使用できる。で、元々のカード名が暗黒騎士ガイアであればカオスソルジャーになれるし、カオスソルジャーであれば挑戦士カオスソルジャーにあのなれるっていうスキルなんですけれども、これそもそもなんですけど、これスキルが登場した段階で、まあ、これちょっと修正が入って、ね、新しく文言変わってるんですが、まずそもそもあの修正前のスキルがあまりにも弱すぎまして、あの絶対、クリボーが必要だったんですよ、変身するのに。絶対にね、あの暗黒騎士ガイアからカオスソルジャー、カオスソルジャーから挑戦士になるために必ずクリボーを捨てなければならないっていうスーパーアドソンムーブ。儀式とかしてると、まあ、基本的には手札がなくなってるわけですよ。手札がなくなってるんですけれども、まあ、それプラスクリボーとかを手札から捨てろって言われてるんですよ。あまりにも弱すぎて誰も使ってなかったんで修正されたんですよ。これ修正されてこれです。修正されてもね、誰も使ってない。うん、修正されて強化しましたって言って誰も使ってないって地獄がね待ってました。これなんでかってちょっと考察していくんですけども、これ思ったんだけどさ、俺これ修正したやつちゃんとテストプレイしたんかっていうのがあの疑問に思ってまして、挑戦士カオスソルジャーっていうこのモンスターね、これめっちゃかっこよくて、まあ、めっちゃ強くてね、僕は好きなんですけども、 OCG でもデッキ組んでたことあるぐらいなんで、でこいつっていうのは、まあ、開闢の騎士とか、まあ、宵闇の騎士とかこのモンスターたちをあの効果を付与していくことによってめちゃくちゃ強くなれるんですよ。で、カオスソルジャー、もともとのカード名がカオスソルジャーっていうあのモンスターで、あのほら効果モンスターではない扱いの、あの普通のカオスソルジャーね、儀式の方のあっちをあの開闢と宵闇を効果付与するとなんとですね、効果モンスター扱いになるんですよ。ってことはそうなんですよ、結局クリボーを捨てなければいけないんですよ、挑戦士にするために。だから俺たちがやりたいのは挑戦士カオスソルジャーを開闢と宵闇の効果を付与してパーフェクトカオスソルジャーにして出したいっていうだけなんですけど、これできないんですよ。あの要は開闢と宵闇の効果を付与した挑戦士は出せないんですよ、デュエルリンクスでは。これさ、意図してさ、こういう修正をしていたとしたらだよ、もうセンスないからね、今すぐにね、仕事辞めた方がいいと思う。うん今回も煽り散らかしていく予定でございますんで、ちょっとその点ね、ご了承いただければなというふうに思っていますが、はい。というわけで、このスキルはマジでセンスがねえということで、第5位、修正されて誰も使ってねえという地獄、マジでやめろ。で、第4位ですね。第4位は、納得、このキャラクターのスキルですね。はい、そうなんですよ、これです。お前ほんとかわいいな、これです。自分のターン開始時相手のライフポイントを50減らす。このスキルは相手のライフポイントが1000以下の場合に適用されないっていうね、なんとですね、相手のライフを削る、全部削るためにはですね、実にね160ターン必要なんですよね言ってこいなんで
160ターンですよ。ちなみに遊戯王デュエルリンクスは確かに50何ターンかで、あの強制的に引き分けになるっていう仕様なんで、このスキル、あ、まあ、そもそもねライフポイントが1000以下の場合適用されないっていうことで、まあ、このスキルだけで勝つことはできないんですけども、昔ねデュエルリンクス運営っていうのはね闇のゲームっていうねぶっ壊れるスキルをね作ってしまって反省したんです。多分あれ、あの強すぎて反省してしまい、ビビり散らかした結果、なんとね誰にも使われないクソ雑魚スキルっていうのをね製造してしまったと、こういうまあ背景があります。このスキルの実装にはもうね、あなたたちの脳内にはちょうどいいっていう感覚はないんでしょうか。なんかぶっ壊れてるかクソ雑魚かしか作れないって、なんかどうかしない、ブラックマヨネーズさんとは絶対言ってますよ、どうかしてるぜって。さあ続きまして第3位、第3位もですね連続ランクイン、この人ですね、この人剣道小林さんがちなみに声優やってるんですけどね、第3位のスキルはこちら。今回のテーマは痛みだ。相手に戦闘ダメージを与えた場合、さらに相手に50ポイントの痛みを与える。このスキルは相手のライフポイントが1000以下の場合適用されない。まずそもそもなんですけど、そもそものですねこいつ実装してる時点で、あのキャラクターのネタ切れ感結構すごいんですよね。 DSOD ワールドだからなんだか知らないけど、こいつデュエルほぼしてないから映画で、まあ、そもそもなんでこいつ実装したっていう点があるのと、全デュエリストがね思ったことあると思うんですよ、このスキルに対して。そうなんですよ、それ絆の力でよくねっていう、ダメージ要は与えた時にしか発動しないわけですから、打点上げればええやんっていう話なんですね。はい、ってことで絆の力でよくねと全デュエリストが思いました。全デュエリストがで、まあ、唯一のこのスキルの長所、まあ、長所っていうか、まあ、特徴というかを言ってあげるとするならば、遊戯王にですね痛みというね謎の新概念、これをもたらしたこと。今まではなダメージとか回復とかね、あの払うとかしかなかったんですけども、なんか相手のライフポイントに痛みを与えるという謎の概念、まあ、これくらいですかねこのスキルのいいところ。くだらねえスキルに枠割いてないで汎用スキル入れろと。例えば、そうだな、なんかレベル操作系、まあ、今レベル操作もバランスとかもなんか全部修正されて汎用スキルなんだみたいな話だけど、例えば絆の力とかああいうね汎用スキルを入れろっていう話、こういうことをねしてるから誰にも使われない悲しいキャラクターが生まれるんですよこのゲームに。そして第2位ですね、第2位は、前回の動画でもやりましたけども、このキャラクターの使っているスキル、そうです、ドローパス。ドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに300ライフポイントを回復する。このスキルはデュエル中に3度しか使用できない。やかましいわってね、発動する意味がもうほとんどありません。ほぼ、発動したらですね、まあ、ドローできませんので圧倒的アドバンテージの損が確定しております。まあ、そもそもなんで300なのっていうライフポイント、あのね、だいたい遊戯王ってライフポイント1000が1枚っていう換算なんですよ。例えばナリキンゴブリンとかも1000でしょ。あとなんだろうな、強奪とかもうあれも1000ライフじゃないですか。要は相手のカードとか自分のカードでも結局カード1枚は1000ライフっていうのが、まあ、大体のなんか相場というかね相場感なんですよ。でそこへ来てなんでか知んないけど300っていう謎の概念、これねエアペが作った人しか思えないですね。遊戯王知ってるんだったらこれ1枚ドローする代わりに1000ライフだと思うんですよ、やるとしたら。意味わかんないですよね。で使われた試しが、まあ、そもそもありませんので、まあ、存在価値がないと、言ってもいいと。まあ、ネタデッキ選手権とかなんかその、まあ、ちょっと特殊なねデッキでは使われることあるかもしれませんけども、まあ、基本的に対人戦においてはこんなスキル使われた試しがございません。キャラのねスキル枠がねこちらに割かれた時点で、ね、おしまいです。そのキャラクターは、はい、おしまいです。カードゲームでね、ドローしないはね、もうね、デュエル放棄なんですよ。完全に。ということで、せめてですよ。せめて回復量を上げてください。もうちょっと。300は意味がわからん。さあ、というわけで、栄えある第1位の発表ですね。第1位は、こちらのキャラクター、わかる方いらっしゃいますか？わかる方いたら非常に優秀。第1位、ショットガンシャッフル。1ターンに1度自分のライフポイントを300払って使用できる。自分のデッキをシャッフルする。ライフ払ってまでやることですかこれ。ライフ払ってまでこれやることですかっていうか、そもそもそれライフコストいるっていう問題点も発生しますよね。これ絶対それ
飲み会で考えたでしょっていう、適当に考えたでしょっていう、このスキル内容意味わかんないですよねこれ。まあ、唯一ね救えるとしたら、なんかそのデッキトップにフライング規制で置かれてしまった、なんか寄生虫パラサイドとかをなんかそのシャッフルするとかくらいですか。300払ってまあ要は1000食らうのを300になんか軽減できるみたいな感じですかね。うん、弱くね、絶対弱いだろそれ。これね実装するんだったら闇遊戯のセリフにねあれを入れておいてほしかった。少なくともそうショットガンシャッフルはカードを痛めるぜ。以上です。はい、というわけでね、救えないスキルがね結構ねいくつかあるので、ぜひですね運営さんにはですねこういうスキルをしっかりと救っていただきたい。そして修正するのであればもうちょっと使いやすくして、さらにテストプレイちゃんとしてくれ。挑戦士カオスソルジャーが解略と宵闇の効果付与できないってこと意味わかんないから、カオスソルジャー舐めてんのか。挑戦士カオスソルジャー大好きな俺たちの心を踏みにじっているということを理解しろしっかりと。またキレ散らかしてしまったようだな、本当に申し訳ねえ。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。